鈴木宗男議員は今月1日にモスクワ入りし、ロシアの政府高官らと会談しました。ロシアについては政府が渡航中止勧告を出しており、また鈴木議員は党への届け出などはしていませんでした。海外渡航の場合は国会中、会期中またはそれ以外関わらず届け出を出すということで、ルールが決まっておりまして、その役員会通達違反ということにならざるを得ないかなと。明日鈴木議員が帰国後、馬場代表と藤田幹事長が本人から事情を聞いた上で処分を決定するということです。